おっと、おこれはなんか、はい、ということで、テイルズオブジアビスの皆さんです。よろしくお願いします。じゃあ皆さんのまずキャラクターのお名前の方よろしくお願いします。じゃあこちらから。はい、シンクです。シンク、はい、シンクっていうとプレイヤーキャラクターでしたっけ？いえ、あの敵キャラなんですけれども。あ、敵キャラですか？はい、なるほど。はい、主人公じゃなかった、主人公のパーティーのイオン同士の、はい、あーなんかネタバレ、ネタバレ。次の方、はい、アッシュですですね。はい、わかりますよ、アッシュですね。ネタバレ含んじゃいますね、いろいろとね。なんだこの、なんだこの。そして、今度、こちらが敵キャラの皆さんで、はい、次があのプレイヤーキャラクターの、ルーク・フォン・ファブレです。おお、フルネーム来ましたね。そしてこちらがナタリア・ルツ・キムラスカランバル。なんだこれ。主人公のルークの婚約者さんですよね。そうですよ。おお、もうテイルズ大好きですから。みんな大好きテイルズの、まあ、ということなんですが、じゃあ皆さんのこの今回のコスプレの、そうですね、こだわりポイントなんてありますでしょうか？はい、髪型が特殊なので、一生懸命立てるのを頑張りました。いかにらしく見せるか。はい、頑張りました。確かにこのちょっと緑のツンツン髪がちょっとなかなか際立ってますね。で、こちらの、ルークじゃない。アッシュです。混ざるんですよ。混ざるんですよ。同じ顔してるから混ざるんですよ。アッシュさんの方はやっぱりそのそうですね。やっぱりこの前ここですか。これと本当はこことここが混ざらないようにしてたんですけど、はい、強風により崩壊しました。髪型でちょっとこだわりがあったんですが、もうはや何が何やらわからない状態になったと。いやでもやっぱりこれがあればやっぱりアッシュらしいですよ。これがあれば。で、ルークの。ルークさんはこれ頑張ったんですけどもう崩壊しました。もう風が強いですからね。死にました。あのちゃんとらしさは残ってますから、それっぽさが。で、あ、ナタリア、はい、シンクさんやアッシュさんほどじゃないんですけど、はい、髪の毛のこのくるくるですよね。このカールがないとやっぱりこう皆さんちょっと髪型はやっぱこだわってますね。キャラクターのらしさっていうか。彼女は何かあります？じゃあ皆さんのコスプレ歴も。あ、そうですね、コスプレ歴、どのぐらいです？そう、2年ぐらいだと思います。あ、2年ですか。じゃあ他の皆さんは？アッシュ3年ぐらい。お、アッシュ長い。ルーク4年ぐらいです。あれ、だんだん伸びていくっていうことは、ナタリアは、はい、多分7年目です、ね。なんだと。すごい、ナタリア姉さん。すごいですね。じゃあナタリア、最初にこう初めてしたコスプレって何なんです？シャーマンキングのレン君だったと思います。すごい、懐かしい。シャーマンキングやってましたね。アッシュ、じゃあルークは混ざる。お前ら似てんだよ、ゲーム内で。テニスの王子様の芥川次郎。アッシュ、リボーンのディーノ。で、一番初心者、一番新参のナルトのひなたです。あ、かわいい、かわいい、かわいいよね、白眼。コスプレをしようとしたきっかけは、おお、どうなんですか？友達がやってて、一緒についていったのがきっかけでした。引き込まれちゃいましたか。わかりますよ、そんなの。はい、そんなに続けるつもりもなかったです。何このドライさ。一回行ったらちょっとハマってしまって、そんなにやってしまいましたね。ハマっちゃったと。で、ルークは友達に誘われて、いや一緒にやろうって言われて、です。おっと、みんな軽い気持ちがこんなことになってしまって。で、やっぱちょっと姉さんは、私も友達にやろうって言われて軽く。おお、誰なんだその友達は。神ですね。そいつのせいじゃねえか。神ですね。中の人と一緒だ。じゃあ、最後に一つだけお願いがあるんですけど、いいですか？はい、それぞれの得意な必殺技をちょっとやってもらっていいですかね？武器があります。大丈夫です。心の弓矢があると。心の弓矢があります。できますか？武器なし。こいつら武器全然。剣はこれで。
剣はこれで行きますかね。無茶ぶりだな。カット？てるてててカットだよ。なんでよ、みんなみんなやってくれましたよ。カット無茶ぶり大変な無茶ぶりで、やっぱりありがとうございました。ありがとうございました。あ、終わった。本当に終わってしまった。ありがとうございます。あ、これははい、マクロスフロンティアから、SMS の皆さんとランカちゃんです。マクロスフロンティアの 4名様。ということでですね、キャラクター名の方からお願いします。はい、早乙女アルトです。あ、主人公ですね。イケメンなポニテが決まってますね。イケメンです。そして、中がヒロインのランカリーです。おー、こちらも決まってますね。そして、気合入ってますね。乗りたいってそして、そして、こちら、アルト君の大親友のミハエル・ブランです。おっと、主席、万年主席のミハエル君です。メガネが決まってますね。おー、今ということで、で、こちらがシェリル・ホーンです。マクロスでスペードローということで、まあ、カルちゃん違うけどね。そうですね。そうですね。あ、皆さんマクロス大好きですか？どうでもいいじゃん。みんな直してる、直してる。ちょっと、アルトの好きなところってあるんですか？アルト、ここがいい。アルトのところ、アルトのいいところ。こう、アルト、チョイスしたポイントみたいな。チョイスしたポイント。ちょっと純粋なところが可愛いかなと。おー、純粋。ちょっと二人の女の子に揺れちゃうところとか。そこがちょっと。純粋すぎてミハエルからツッコミ受けちゃうところとか、そういうところが可愛らしいと。あ、じゃあちょっとランカちゃんの方は、やっぱりすごく努力、はい、頑張り屋さんなんで、すごい惹かれるんです。その努力の努力っぷりがこう初々しくっていいんですよね。やっぱね、その子、あ、そのところが可愛らしいですよね。そうです。そして、ミハルさん、なんかミハルさんちょっと大丈夫ですか？なんで両方取った？なんでそれ、そんな答えは聞いてない。かっこよく狙撃してくださいよ。風邪気味なんだよね。風邪気味、ちょっと大丈夫ですか？大丈夫です。そんな風邪気味ミハエル君のこうちょっといいところ、やっぱ狙撃力です。この冷静さっていうか、そのクールさですよね。もうみんなこうキャラが立ってるから、ちょっとコスプレしがいがありますよね。そうですね。やっぱこうこだわりとかあるんですよね。こうコスプレの今日のこだわり、こだわりポイント、一番頑張りましたっていう。そうポニテですよね。来た、やっぱり来た。こうアルトと言ったらポニテ、これがなきゃアルトじゃない。結ばなくちゃダメでしょ。結んでおります。そうかそうか、これしっかりこう自分でご自分で結んだんですね。割り方が難しいはずなんですよね。ポニテしっかりするときって結構大変なんですってね。そうなんです。みんなバンズ、髭が見えちゃう。わしってするやつ。わしってつくんですか？わし。わし。よくわからんけどわし。ファランカリーはやっぱりこうどうですか？やっぱこう。やっぱ髪の毛？前髪を何回も調整してて。あ、前髪。大変だったんですよ。ランカリーって本編だと髪の毛自分の意思で動くんですよね。あ、そうだ。裏立てはいいんだ。裏立てはいいんだ。セントラーディーだからね。ミハイルはやっぱり。ここら辺が、やっぱちょっと、やっぱちょっとそうですよね。ここがもう、もうこのくるくるとかも、もうちょっとこうなってて、シャッシャッシャッってのがやっぱりミハエルですよね。なんで効果音ウィークってのは大事ですね。そうですね。どうやってつけるか、どう演出するかっていう。はい、じゃあ皆さんのコスプレ歴を。あ、そうですね。はい、どのぐらいなんでしょう。まあ、間が空いたりとかいろいろしたんですけど、結構長いのかな。多分一番長いと思いますね。だいたいどのくらいなんですか？どのくらいだろう。こう5年とか6年とかです。5年ぐらいで間が空いて。ああ、多分ちょっとブランクありましたけど。そうですね、ブランク長いですみたいな。ブランクありながらもうこう今もうやってるみたいな。そうですね。一番初めてやったコスプレって何だったんですか？ちゃんと考えてる。なんで黒歴史だったもしかして。そうですね、ローゼンメイデンのスイント。ちょっと本当に見たい。見てみたいですね。見たい、気になるな。じゃあちょっとランカちゃんの方。ブランクありで2年ぐらいなんですよ。おまだ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 これからですね。もうちょっとここがランカちゃんっぽいですよね。
っとこれからに期待の欲しいってことで。あ、じゃあ一番初めてやったコスプレって何でした？ガンダム00の、あのニール・ディランディ。マジですか？ニール・ディランディロックオンじゃないですか？ちょっと狙い撃っちゃいますね。ミカエル肩なしだ。いいのかそれは。ちょっと頑張るか。ちょっと狙い撃たれるぜ。え、超え、こっちもじゃあやろうか。そのミカエルさんのそのこうコスプレ歴はまだ全然1年とちょっとくらい。やばい、狙い撃たれる。狙い撃たれるよ。全然もう本当に始めたばっかり。そうだったんですか、はい、じゃあやっぱ一番最初のコスプレはライル・ディランディ。いや違いますよ。違う、ロックオンじゃないんですね。はい、一番最初何だったんですか？ヘタリアのドイツ。あヘタリアかどうだったんだろう、それも気になる。オールバックすごい似合うんですよ。すごく気になる。みんな気になるな。もう、かなちゃん何か聞きたいことあります？そうですね、皆さんはお友達とかで。そう、はい、おー、じゃあ、うん、最初に誘ったとか。あやっぱりきっかけみたいなコスプレをやろうと思った。おなんでこれ、みんな視線がね、あの一番言わずとも迷惑かかる。いやけど、そう誘い合ったというよりも、はい、自然と、うん、自然とそうなっていた。もはやこういう運命だったみたいな。自然とこうなる運命だったみたいな。なるほど。そういうことで、じゃあ最後にお願いして。本当だ。荒れもない姿になってるよ。シャリルとランカのツーショットがみたいな。どこに行ったんだ。真ん中にちょっと並んでもらってですね。いやー、まずじゃあ、男性組みたいな。男性組、あ、そうですね。ちょっと大親友コンビで。目覚め準備中。目覚め準備中。本当にすみません、これ。じゃあちょっとポーズ撮ってください。はい、え、カメラさんが上から下から。おーっとー、イケメン、イケメン、すごくイケメンです。イケメン、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、え、すいません、メインディッシュです。マジダメやわ。そうですね、私は頑張ってですね、つけてくるんですけど、ルーザマです。辛いんですよ、ベルトが。また取れた、また取れた。もういい、ボールドファイヤー。キャラ崩壊だよ。2人がもうライオン歌ってる様が。あ、なんか、あった、最終回ですね。私眠らない、いいですね。じゃあ、勝手に音楽使う。来ない、ちゃんと、ありがとうございました。ありがとうございました。何でか分かんないから。ビルト持って残らんだよ。無茶ぶりだよ。ということで、インタビューでした。インタビュー、なんだこれ。